初めまして。お名前は、私は田中です。よろしくお願いします。雨が結構降ってますね。ここまでどうやって来ましたか？そうですか、来てくれてありがとうございます。ご出身はどちらですか？へえ、そこではどんなものが有名ですか？わあ、いいですね。いつか行ってみたいです。旅行は好きですか？そうですか。今までどの国に行ったことがありますか？じゃあ日本の中ではどこに行ったことがありますか？行ってみたいところはありますか？いいですね。そこで何をしたいですか？私も行きたいです。ところで日本語がすごくお上手ですね。いつから勉強してるんですか？日本語の勉強を始めたきっかけは何ですか？そうなんですね。日本人の友達はたくさんいますか？そうですか。友達を作るのはなかなか難しいですよね。でも話したくなったらいつでもまたここに来てくださいね。今日は来てくださってありがとうございました。またすぐ会いましょう。あ、はじめまして。お名前は、クロワッサンです。私は田中です。よろしくお願いします。雨が結構降ってますね。ここまでどうやって来ましたか？バスで来ました。そうですか。来てくれてありがとうございます。ご出身はどちらですか？フランスから来ました。へえ、そこではどんなものが有名ですか？エッフェル塔とかルーブル美術館が有名です。わあ、いいですね。いつか行ってみたいです。旅行は好きですか？はい、大好きです。そうですか。今までどの国に行ったことがありますか？イタリアとドイツとアメリカに行ったことがあります。じゃあ日本の中ではどこに行ったことがありますか？東京と大阪と広島に行ったことがあります。行ってみたいところはありますか？沖縄に行ってみたいです。いいですね。そこで何をしたいですか？ビーチに行って綺麗な海を見たいです。私も行きたいです。ところで日本語がすごくお上手ですね。いえいえ、まだまだです。でもありがとうございます。いつから勉強してるんですか？2年前から勉強し始めました。日本語の勉強を始めたきっかけは何ですか？日本のドラマにハマったのがきっかけです。そうなんですね。日本人の友達はたくさんいますか？いえ、あまりいません。そうですか。友達を作るのはなかなか難しいですよね。でも話したくなったらいつでもまたここに来てくださいね。はい、ありがとうございます。今日は来てくださってありがとうございました。またすぐ会いましょう。